はい、ポンチーです。ね、ここに重箱があります。ささっとね、私も年末に、大晦日ですけど、忙しいさなか、1、2時間かけて作ったやつがあります。まあね、本当に、めでたいですね。はい。めでたいって何がめでたいんかようわからんのですけど、年明けたぞと。いうことでしょうか。はい。最近はね、おせちをこんな風に自分で作って、お嬢に詰めるなんてことはね、あんまりしないみたいですけど。でもね、これ僕、これと年越しそばと、あとお雑煮ですね。それまあ同時に作ってたんですけど、それで、詰めるだけですから、この辺も全部買ってきたやつです、こっちは。で、これはただ煮締めですし、こっちもまあ、煮しめですよね。基本煮しめだけなんですよ。でね、まあ私京都出身ですけど、もうブドウダラとかね、そういうのは、こっちの方では手に入らないということで、もう本当に、京都風という割には、何もないんですけど、なんかでももうごまめとかね、黒豆とか栗きんとんとか、そんなのもうええかなと。これね、一品ずつ持っただけでこんだけ、すごいことになりましたけども。この動画いつアップしてるのかわかんないんですけど、今まだね、収録してるときはこれまだ元日ですから、ね。おとそ気分ですからもう。はい。ちょっといただきますね。で、飲まれへんのですけど、まあ、こういうのね。うん、うまい。酒の当てにしつつですよ、これはね。うん。こんなのちょっと、分厚く切りすぎましたけど、これ。うん。ただね、こんにゃくね、1個分が、これだけの量になるんですよね。でもね、その買い出しの時点から分かってましたよ。量が多すぎる。これぐらいで止めとかないと、重箱だって3段分になっちゃってますもん、もう。で、これに黒豆だ、ごまめだ、数の子だと。ね。ナマスだ。あと、エビとかね。なんか、ブリの照り焼きとかね。お寿司とかね。あと、何フレンチで言うとこのテリーヌとか。なんかの上にカマンベールチーズ乗せて、なんかしたりとかね。そんなんガンガンこう入れていったらもう、おかしになりますし。これでもね、俺一人で食い切らなきゃいけないんですよ。一人暮らしなんで。この、オミクロンでしょ。オミクロンのせいでもう、実家にも帰らずですから。やっぱ地方食出ますよね。これはね、ゆり根ですね。ここに、この辺りに見えてるのはゆり根ですね。ということでね、まあおねんしてるんで飲まれへんのですけど、こういうお酒のあてになるのがおせちであり、で基本全部煮しめなんでしょ。で、まあ日持ちするということ。それからまあ大晦日ね、まあ作ってみて分かったんですけど、一個一個はね、やっぱほとんど手間かからないです。おせちというものは。要は煮しめればいいだけなんで、あと詰めるだけなんで、凝ったこと実はあんまやってないんですよ。それはね、私普段よくやるパンとかケーキとか、あとポンチーチャンネルのなんか収録の方がなんぼかしんどいですけども。もちろんね、そのかまぼこを自分で作れって言われたらそれは無理ですよ。昆布巻きとかも自分でやれって言われたらこれ大変ですけど、やっぱお重でこうやって入れるっていうのはいいことですけどもね。今日は別にね、こんな話をする回ではないのですよ。これ美味しいから僕食べるけれども。お酒のあてに何を用いるか。それはまあ人それぞれですわな。別にコンビニでおつまみ買ってきてもいいし、なんか缶詰みたいなね、ツナ缶って最近ゴージャスなやつ出てますからね、いろいろ。この前も、焼きサバのアヒージョをやりましたけども。あれなんかほんとうまいですよ。お酒のあてで、最高でございますけれども。ね、ここなんかもう線いっちゃってますけど。お重は、後でゆっくり食べるとして、はい、撤収です、もうこれ。
今回の企画はですね、ポンチーチャンネルの中でも、ちょっとね、今までと違います。はい。まあ、お酒のネタたくさん出してますけれども、それのつまみとして、何を用いるかですよ。全く新しい提案をします。はい。ね、酒が進むぞと。それが、多肉の飯。多肉植物を、つまみに、酒を飲むというね。はぁって言われそうですけど。こういう、まあ、お寿司とか乗せる用のこの台ですね。これに、こうやってね、もう乗せちゃうんですよね。鉢をね。で、これ見ながら、こうやってずっと飲んでいくというね。つってね。いいねーつってこう。多肉植物ってどこがいいのって言われそうですけども。まず一つ目ですけど、このプリプリ感です。はい。まあ、新年早々何を言ってるんだって思われそうですけど、多肉植物が一番美しくなるのはちょうどこの時期なんです。まあ、気温で言うと、まあ、氷点下になるかならないかぐらいを行ったり来たりしてる時が一番いいですね。本当に美しくなります。で、今これ出してるのが、これはね、まあ、某ホームセンターでゲットしたんですけど、海運伝と三千樹の掛け合わせたもんです。なんのこっちゃっていう話ですけど。もともと、これそもそもね、この海運伝も三千樹もいろんなもの掛け合わせてできてる、まあ、一つの品種じゃないね。まあ、品種か。なんですよ。ね。掛け合わせ個体。で、それはまだこうやって掛け合わせてるんですよ。もうほんとね、まあ、育成ゲームでいうところもわけわからん状態になってるんですよ。悪魔合体しすぎてなんかようわからんものができてるという。こっちが、ハオルチアの、ピリフェラニシキ。ハオルチアピリフェラニシキってやつです。僕が持っている多肉植物の中では一番の古株ですね。もう何年前でしょうね。だからこのハオルチアブームっていうのは、数年前にありました。今だいぶ落ち着いてるとは思うんですけど、ものすごい高額な値段がついたりとかね。これは中国人の買いあさった時期があって、でね、どんどん高級なものが、値段跳ね上がっていったっていうようなことがありました。はい。まあ、これもね、僕がこれゲットしたのは今からもう15年以上前ですね。だからブームが来る前に、これはヤフーオークションで、落としたという。それでもね、そこそこやっぱり値段張りましたけどね。まだ、ホームセンターなんかでは絶対に出回ってなかった時ですね。欲しくてね、これ、噂には聞いてたんですけど。これ見てもらうとわかるんですけど、こっちにせよこっちにせよそうなんですけど、まあ、言ってみればちびこいアロエとかね。まあ、ちっちゃい多肉植物なんですよ。それの葉っぱの先っちょが透けてるという。で、これをね、日本語で言うと窓っていう風に言います。英語で言うとキャノピーですね。天蓋。まあ、天井窓のことですね。で、これ今結構その地上に出てますけど、これ南アフリカの原産で、で乾燥した砂漠地帯なんかに、まあ、生息している植物だと。で、基本ね、そういう多肉植物は南アフリカにすごい多いんですけど、で、なんでそうなったかっていうと、彼らは、一つは石に擬態してるっていうふうに言われてますね。メセン類とかね、リトープスとかね、あの辺メセン。まあ、完全に、岩石みたいな形の多肉いっぱいあります。それは、一つはサボテンですね。トゲを出して、で、あんまりこう、草食動物なんかに食べにくく、食べられにくくしてるという、ね。彼らの場合はですね、土の中に隠れるっていうことをやります。やっぱ土の中に隠れちゃうと、光合成ができないので、頭だけ、地上の上にちょこっとだけ出して、でそこから、天井窓から光を体内に取り込んで、地下でも、光合成ができるようにっていう。そういうね、なんかね、建築家みたいなことやってるんですよ。モダン建築なことをすごいやってる植物です。だから普通、植物っていうのは、光の競争に対して、上と競争しますよね。光の取り合いになるんで。でも、ものすごく乾燥してて、捕食圧、つまり草食動物に狙われやすいような環境であれば、そうはならない。光なんかたくさんあると。むしろ、温度環境が安定していて、光もそんな強くいらないわけですね。競争がないから。もともとこう、砂漠だからもう光多いと。そうすると、光はもう地上部よりちょっとだけあればいいと。競争率ゼロなんですよ、さっき言うと。で、むしろ、
地下の中にどうやって自分のスペースと、あとは光を取り込むっていうようなことができるか。こっちで勝負かけてるというね。なので、最適な高さっていうのがもう地表スレスレになってくるというね。そんなことがあるんだなと思って、非常に興味深いし。あとはまあ光に対する適応っていうのは、実は植物、普通の植物でもまあたくさん光取り込みたいっていうふうに、それだけだと思いがちですけど、やっぱりね、有害な波長の光っていうのをどう散らすかっていう、強すぎる光に対する耐性、適応っていうのも必要になってくるんですよ。なので、クロロフィールだけじゃダメで、他にもまあいろんなカロテンとかね、キサントフィールとかね、ああいうのがあって、光をうまく分散するというようなことをやってるんですね。でね、まあ、彼の場合は、キャノピーと、あとはまあ、体の中で光を乱反射させるっていうことをやってますね。で他に、まあ、サボテンなんかもそうですけども、周りの、その葉っぱ自体を自作して、茎で光合成するとかね。うん、これね、だからハオリチャですね。他にもまあ、ちょっとね、これなんかキャノピー分かりやすいと思うんですけども、これブラックオブツーサですね。ブラック。で、この個体は、割とでかい個体なんですけど、多分、韓国産です。店の人言ってましたね。韓国内。そうそう。だから、最近ね、ものすごく、ハオルチアの値段が下がったのは、韓国産の苗が大量に輸入されてるからです。でね、韓国って、パプリカなんか韓国産のパプリカ多いと思うんですけど、園芸にすごい、力入れてるんですよね。で、日本のイチゴなんかがすぐにパクられたりなんかしますけども、組織培養、まあ、ティッシュカルチャーって言いますけど、組織培養すっごい得意なんですよ。昔で言うところのバイオテクノロジーみたいな、まあ、設備と技術ではあるんですけども、割と簡単にやっちゃうんですよ、あの人たちは。で、日本もね、そういうのは実はお家芸としては得意なんですよ。研究分野ではかなりやられてるんですけど、こういったね、マニアックなものまで組織培養で大量生産しようっていうようなことには実は日本ではあんまりならなくて、一部の愛好家がこう、細々とやってるっていう状況だったのが、まあ、産業にしちゃえってことで、ね。韓国ってそのティッシュカルチャー盛んみたいですね。そらまあ、イチゴもパクられますわと。で、研究レベルではティッシュカルチャーってすごい難しいんですよ。条件が難しいので、それなりにこう、クリーンベンチとか、ね。人工知能みたいな、インキュベーターとか、まあ、いっぱいいるので、はい、ただ、一旦技術が確立しちゃうと、まあ、その辺のパートのおばちゃんとかで、ね、ガンガンできるんですよ。だからね、人件費の面で日本ではペイできないようなことは、韓国ではもう、やっちゃえみたいな。そう考えたらね、やっぱ日本人で真面目なのか、じゃんじゃかじゃんじゃかこう、人のもんでも増やしちゃえっていうのはないんで、だからこう、勝手にクローンとか作らないんですけど、まあね、これね、こうやって株を大きくして2つに割ってっていうような形で増やしてますね。愛好家はね。あとはまあ掛け合わせたりとか、こう花芽が出た時に掛け合わせて、でまあ未生って言いますけど、種で増やすっていうようなこともやります。はい、まあね、これもいずれそうしますけど。この先っぽが赤いでしょう。ね。この赤く色づくっていうのが、ちょっと美しくなる。ハオルチアの場合、冬に美しくなるっていうのはそういうことなんです。やっぱり、紅葉してるっていうことですね。光合成がそんなに実は、できなくなってる。で、その余ったエネルギーどうするのかっていうと、こういう別の色素で、散らすっていうようなことをやってますね。ちょっと厳しめにしてるんですよ。光を厳しめにして、で、まあ僕は割と水やる方なんですけど、水も散りつつ、まあ、ストイックに育てると、色づいてくるっていう、赤く色づくんですね。で、緑に赤い線が入る。まあ赤線オブ通鎖とかもこれそうですね。巨大赤線オブ通鎖ですけど。これは非常に綺麗に映えますね。赤と緑ってまあ言ってみればね、クリスマスカラーな気しますけども。本当はそんなに赤くないんでしょうね。ただ、緑の効果もあって、赤くより人間が感じているっていうことです。本当はまあちょっとした紫ぐらいかな。本当美しいですね。後でアップの写真ガンガンインサートで挟みますけど。これがハオルチアですね。窓植物の最もポピュラーなものです。私もたくさん持ってますね。あとまあ黒光ってるやつで言えばこれですかね。
プリングポップフラテシス、何や何や、いいな。一応ね、僕の自分の育ててるやつのリストはあって、スプリングポップフラテシスですね。これね、近所の草むらから飛んできたバッタにね、ちょっとかじられて真ん中の歯がちょっと傷んでますけど、これもでかくなったらまあって感じになると思います。綺麗っていうかね、もうグロいとこまで行くんですよね。キモいというか、それが本当にたまりまへんなぁと、マニア心くすぐるんですよね。で、こういうのはまあ今日はちょっとキモい系で行こうかみたいなね、これ置いて、で、ね、こうやってうわーって言いながらね、まあ、酒が進むぞと。こういうテカテカしたやつ以外もありますね。他のやつも品ぞれございますんで、ちょっと待ってください。はい、こちらはもうね、おもちがガラッと変わってふわっとしたね、本当に虹色のようにこう綺麗な肉ですけど、これ本当に不思議な色じゃないですか。で、これはっきりしてるのは、こっちはもうあの札がついてまして、グラプトベリアオパリナっていうやつですね。オパリナさんです、これ。ちょっとね、若干もう間延びした感じにもありますけど、まあ、十分大きくなってくれてます。はい。でね、この淡い色で、周りに粉がちゃんと綺麗に拭いてるんですよね。で、このね、触っちゃダメなんですよ。綺麗な粉が出る、これブルームっていう風に言いますけど、まあ、ローの一種ですね。キュウリなんかで、ね、周りにこう粉が拭くときありますよね、新鮮なキュウリはね。で、あれなんかもそうなんですけど、このね、ブルームを表面に出すことによって、強い紫外線、有害な光から身を守ってるっていうことがあります。だからね、冬はね、結構紫外線強いし、光が強い割には光合成ができないので、こう、美しく粉を吹くんですよ。これは本当に綺麗だなと思って。うん、なんかね、小学生の時にこんな消しゴム、あったぞみたいなね。いい匂いする消しゴム、こんなんなかったですか？不思議な色のね。本当にね、これね、自然物でこんな色合いと質感のものがあるんかと。ね、作り物じゃないのかって疑うぐらい、本当に何ちゅうんですかね、このプラスチック感というか、ただプラスチックなんかよりもそんなね、安っぽくないですよ。やっぱブルームが綺麗に巻いてて、うん、やっぱこれ宇宙から来た何かなのかなと思わせるような、日本国内には決してない不思議な植物っていう感じがすごいしますね。で、こっちはね、オパリナさんとすごくよく似てるんですけど、多分禁煙の品種で、また別のやつですね。いろいろ調べたんですけど、ちょっと見当たらなかったです。はい。これ多分ね、親がはっきりしないんだと思うんですよ。なので、ホームセンターで、まあ、これ同じような種苗会社から出てるんですけど、こっちはちゃんとオパリナっていう風に書いてあったんですけど、こっちは、グラプトデリアとしか書いてなかったんで、うん、ちょっと親はっきりしないんでしょうね。全体的な形としてはこっちの方がこう、株が立ってる感じで、葉っぱも鋭いんですけど、色味とか質感が本当に似てて、まあ、ウリ二つですね。パッと見区別つかないかもしれないですけども、オパリナさんの方がふっくらしてますね。こっちの方がシュッとしてる。これは本当にまあ、日本酒じゃなくてこういうのはやっぱあれですね。カクテルとかね。ショートカクテルなんかいいんじゃないですか。ホワイトレディーとかね。こういう、ちょっと、オールドファッションな感じのグラスとかで、なんでしょう。ジンライムとかもいいですね。だんだんもうなんか私も適当に言うてますけど。そうそう、だからこういうね、クリームソーダを連想させるようなやつもあると。でね、こっち系で言うと、僕が結構好きなのは、まあ、グラプトベリア他にもね、たくさんあるんですけど、これはね、グリーンクリーンっていうやつ。グリーングリーンじゃなくてグリーンクリーンですね。で、表面がね、ちょっと赤く色づいてますけど、これは寒くなったから色づいてるんです。非常に可愛らしいです。ぷっくりしてるんですけど、まあ、育て方によっては、もう少しこう、シャープに、シュッとしたこう、形にもなりますね。ちょっとね、最近なんかぷっくらしちゃって、
先祖返りしたのかなっていう感じですけど。親がね、アルビカンスっていうのと、あとベリーフィンガーです。で、この形自体はね、ベリーフィンガーに似てますね。色といい、この感じといいね。ベリーフィンガーもうちょっとちっちゃいですけど、まあ、いずれにしてもこれ可愛らしいやつで、で、これさっき言いましたように、韓国で育種されたものですね。韓国由来。エケベリアとかこの多肉植物ね、さっきハオリちゃんの話もしましたけど、韓国すっごい多肉はね、盛んなんですよ。で、多分、韓国国内でも人気あるんだとは思うんですけど、お隣が中国でしょ？珍しい多肉植物が欲しいっていう中国人の富裕層ですね。いっぱいいるので、まあ一つの産業として成り立ったんでしょうね。日本人はね、そこまでなんか売り込んでいかないですよね。中国人に高く売りつけてやろうっていうようなことじゃなくて、単純に中国人に買い負けるっていうことがずっと続いてます。あのサントリーのウイスキーが品薄になってるのも、中国人に売りつけてやろうっていうよりかは単純に買い負けてるだけなんで、サントリーは決して儲かってませんし、転売ヤーが儲けてるだけなんですよね。しかも中国人転売ヤーが儲けてるような、そういうなんか状況ですけども、はい、これも美しいねと。ちょっとね、エケベリアはね、エケベリアでまたすごいマニアな人もいるし、私のようなものが言うのはちょっとおこがましいのでちょっとやめときますけど、冬っぽいものとしてはこれいかがでしょうか。私すごい気に入ってるんですけど、これはね、銀月っていう和名がついてますけど、セネシオ族のハオルチーってやつですね。セネシオハオルチー。さて、その紫外線からどうやって植物がね、こういう多肉のサボテンみたいなやつが自分の身を守るのかっていうような話しましたけども、こいつの場合は葉っぱの周りを毛で覆うっていう、そういう変わったことしてます。なのでこれ白く見えてるのは全部毛なんですね。眉みたいになってます、本当に。でも中身はもっとこう緑なんですよね。ふわふわの木を生やすことによって乱反射させているのでね。はい。まあ、障子越しに光を当ててるというかね。そうやって UV カットの仕方をしてるんでしょうね。で、これも、まあ、美しく育てれば本当におしゃれですね。モダンになりますし、この鉢のコーディネートですね。植物の形を整えるっていうようなこともしなきゃいけないんですけど、まあ、これもう伸び放題になっちゃってますけど、そうですね。だからこの銀月なんかは特にそうなんですけど、園芸店とかホームセンターで売ってる時のこういうちっちゃいポット苗とかの時は、本当にみすぼらしいんですよ。なんかね、あんまり注目されないんですけど、美しく、こう大きく育ててやると、本当にこう進化を発揮するというか、うん。多くの観葉植物ってそうなんですよね。お店で置いてある時の姿っていうのはもう死にかけてる場合が多いので、でこうやってうまく育てたら本当に綺麗になるし、あとこういうコーディネートもできるしっていうことで、そこで魅力がようやく出てくるんですよ。育てなきゃいけないっていうこと。なので店頭で並んでる時っていうので、その時の魅力で判断しないでほしいんですよね。こういうのって。はい。これもっと人気出てもいいのになぁと僕なんか思います。この人なんかはね。これなんかはやっぱりあれですね。クラフトビールなんか。ね、飲むときこれ見ながらギューってやったらもう、ええんちゃいますか？知らんけど。あとまあこれちょっと、ハチがね、全然おしゃれなやつじゃないですけど。今こんな感じですね。これハオル茶の中でも一番メジャーなやつ、雫石っていうやつですね。ハオル茶、クーペリ、F トルンパータってやつ。で、まあ、こうやってね、どんどんこう、株が、むくむくと成長していって、で、多分これもっこりになりますから、こう、クラスター化しますんで、うまく育てれば、こういう状態になります。はい。まあ、そういう、塊を狙ってますね。そうやな、これなんかは、海ぶどうとかね、コンブリとかね、なんか緑のイクラみたいな感じですけども。まあ、日本酒ですね、やっぱね。これは日本酒と合うと思いますよ、こうやってね。これも光ガンガン強く当てると、綺麗なピンクになります。はい。キャンディーみたいな感じですね。ジェリービーンズですね。
あとちょっと変わり種だと、これもホームセンターで売ってたんですけど、これはハオルチェのダウディってやつですね。先は尖ってますね。あとね、これ、僕うまく育てらんないのがこれで、これハオルチェのアクミナウタっていうやつです。頭の先の部分が、まあ同じように透明なんですけど、他のハオルチェと同じように透明なんですけど、なぜかすりガラス状に、ちょっと曇ってるっていうね、触ったやつなんですけど、これだ、こいつだけうまく育たないですね。ちょっと弱いですけど、うまく復活してくれたらね、もっと増やせるんですけども、あんまり最近流通してないやつですね、これなんかね。あとまあこれ次から次へ出して恐縮ですけど、これ葉っぱの表面がめちゃめちゃ幾何学的でかっこよくないですか、これ。これはね、コレクターっていうやつなんですけど、ハオルチェの。で、ちょっとだけ裏窓があるっていう風に言うんですけど、裏窓っていうのは、これね、葉っぱがこう開いてる上の方が窓開いてますよね。こっちの上の方、キャノピーですね。窓が開いてますけど、これの下の方にもちっちゃい窓が開くっていう。これが裏窓っていう風に言われるやつです。はい。マニアの世界ではそれがなんかちょっと珍しいんでしょうね。うん、でも600円で私ゲットしてるんで、死にかけてたらないです、これは。で、自分でどんどん大きくしてるんです。で、こういうのって、でかくなればなるほど値段が跳ね上がります。はい。これ今いくらで売れるのかどうかわかんないですけど、まあ、600円ってことはないと思いますね。このサイズだと、まあ、2000円で売ってくれって言われても僕は売らないですけど、うん。気に入ってるんで。そうだな、これ何年目だろう。これもう、本当にね、二回りぐらいちっちゃかったんですよ。これは、こんだけ大きくなるのに、まあ2年かかってますけど。そう、だから一周大きくなるのに1年は絶対かかりますね。でかい鉢で これぐらいのサイズになろうと思ったら、やっぱり最低でも10年ぐらいかかると思いますよ。っていうぐらいに。そう、だから、丸本の時も言いましたけど、若い人ほどこういう趣味をやってほしいって僕言ってますけど、多肉植物でも成長が遅いものとか、育種に時間がかかるものっていうのがあるんで、自分でやりたいって思った時に、もう70歳ですよってなって、ね、なっちゃったら、もう息子とか孫の代に託すしかないんですよ。本当の姿を見たいと思っても。高いお金出して、そういうでかい株買いますかっていう話になっちゃうんで。自分で育てるっていう楽しみをね、見出すためには、ある程度若いうちに、ね、10年、20年、まだこの先人生ありますよっていうのを、分かってる人じゃないとなかなかね、そう、だから10年、20年でも、さっきのこいつみたいに全然大きくならないようなやつもいますから、そうなんですよ。まあ、でかくなりすぎて困ってるっていうのもありますけど、結構だから僕のプリン同好会の人とかにもあげてますしね。欲しいって言ってる子とかあげてるんですけど、みんなどうしてんのかな?枯らして捨ててんのかな?俺と同じようにこう、ブリーダーになって増やせてるっていう人の話聞いたことないんで、意外とね、みんな枯らしちゃったりとかしてるみたいですけども。まあ僕はちょっとこういうのをじっくり育てて、めでていきたいなっていう感じですね。うん。はあ、そうやな。だから、高価なものっていうのは、今のところないです。うちには。そんなに。自分でブリーディングもね、してるんですけど、種がやっぱあんまできないですね。自分でピンセットでね、おしべとめしべ引っ張り出してきて、花から。一旦トンってつけてやるんですけど、一個だけできましたけど、まだ植えてないですね。あと、こういうね、板章、みたいなやつ。この象の足の裏みたいになってますけど、こういうのは割と値段高いやつ多いでしょ。これはホームセンターで安くで1000円ぐらいで買ってるんで、そんなにあれなんでしょうけど。いやでもね、これはホームセンターで売られる時代が来るだなんて僕思ってもみなかったですね。相当これ珍しいでしょ。珍しかったんですよ。ホームセンターでもこういうの力入れてるってことは、まあバイヤーがしっかりしてるのか、あとは、近所に愛好家がいて、作ってる農家さんみたいなのがいて、その人との契約が成り立ってんのか、何かコネクションがないとこういうことにはならないですね。問屋さんは、どうして力を入れてるのかもしれないですけども、韓国産の苗は、割とどこの、園芸屋さんでも、同じやつが扱われてるんですよ。なので、広く、まあ、流通に乗って出回るんですけど、はい。こういうのをめでながら、酒を飲むというね。
どうですか？一杯どうですか？こういうのって。今日なんかいいのあるんで、いいねんで。なかなか、コツなもんですね。クーリエな飲み方。そして多肉植物の楽しみ方としても、多肉飲みっていうのを、皆さんもぜひ、やってみてください。ね、おつまみじゃないけども、見るだけでなんか、酒がうまくなるという。こんな気、しますな。だから、言ってみれば、貧乏なんだろうね。まあ、月見酒、花見酒の次は多肉酒ですよ。でも多肉だったらね、近くで見れますからね。